みなさんこんにちは、みのりんです。今日はじゃん、この前ディズニープリンセスのスクイーズを開けたんですけども、今回はケアベアバージョンを開けていきたいと思います。このシリーズが本当に好きで、可愛いしクオリティが高いし、ちょっと早速開けていきたいと思います。ではちょっと開ける前に、皆さんはどのケアベアが一番好きですか？この中でですね、私はピンクが好きなので、このお腹のハートが特徴のラブアロットベアが欲しいなと思っています。では早速開けていきましょう。今回は当たるといいな。ではまず一つ目いきます。お、ウィッシュベアが当たりました。ちょっと汚れてる。じゃあ触ってみます。めっちゃ伸びるんですよ。もう素材がすごい柔らかすぎて、ちょっとプニプニしてます。ちゃんと水系のスクイーズですね。はい、では次開けていきます。はい、2つ目いきます。よいしょ。あー、出た。ちょっとなんか汚れてるんですよね。にょんにょん。こんだけ形がしっかりしている水系のスクイーズって日本にはまだないですよね。これはもう本当に癒しですね。はい、では次開けていきたいと思います。もう欲しい子が出ちゃったので、次はこのシェアベアを狙っていければなと思います。では3体目いきます。せーの。あー、同じ子がまた当たっちゃいました。一番欲しかった子が被ったので、被ってもちょっと嬉しいです。では最後4つ目開けていきたいと思います。はい、ではいきます。せーの。ん？お、この子は何部屋でしたっけ。今ちょっとネットで調べちゃったんですけども、この子はテンダーハートベアだそうです。この子もお腹のハートが特徴的ですね。にょん。この子が一番伸びるかもしれないです。うさぎ。じゃあせっかくなのでオートフェチをやっていきたいと思います。はい、ということで今回この4体が当たりました。一番欲しかった子が2体だったので満足してます。本日もご視聴いただきありがとうございます。これからも動画を頑張っていくので、よろしければチャンネル登録ボタンを押した後のベルマークを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。